どうも、リンカーン中村です。さあ、今回はですね、抗転化薬の副作用についてアンケートを取ってみたということで、その結果についてお伝えさせていただきます。去年、こちらの動画で抗転化薬の副作用についてアンケート回答を募集しました。ちなみに内容はこんな感じです。服薬している抗転化薬はどんなものですか？感じる副作用にはどんなものがありますか？副作用に対してどのような対応や対策方法を取っていますか？その他、副作用に対してお伝えしたいことがあればご記入をお願いいたします。転換を持っている方の多くは、抗転化薬による治療を行っています。この抗転化薬には様々な種類のものがあり、人によっては副作用を感じる方もいます。そこで皆さんがどんな抗転化薬を飲んでいて、どんな副作用を感じているのかをお聞きしたいと思いました。ちなみに毎年同じように副作用についてのアンケートを行っています。その時はそれぞれ54件137件の回答をいただきました。どちらもとても参考になる回答をいただきました。今回は飲む薬が変わった、飲む量が変わった、そんな方もいると思いますので、再度アンケートを行いました。その結果、なんと1ヶ月で143件もの回答をいただきました。回答をしていただいた皆さん、本当にありがとうございます。今回も様々な意見をいただいて、とても参考になりました。その内容をお伝えしていきたいと思います。他の人がどんな抗転化薬を飲んでいて、どんな副作用を感じていて、それにどう対応しているのか、普段あまり聞く機会はないと思います。あなたの場合と比べながら見ていただくことで、発見や気づきがあるのではないかなと思います。多くの方から貴重な意見をいただくことができましたので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、薬を複数飲んでいる方におすすめ、薬の一方化とは、薬の飲み忘れを防ぐ3つの方法、このような転換に関する情報を発信しております。転換患者が住みやすい世の中になるために頑張っていきます。目指せ登録者1万人、チャンネル登録して応援していただけると嬉しいです。また公式 LINE では限定コラムなどの情報を発信しております。友達登録お待ちしております。それではアンケートの結果をお伝えしていきます。ただあくまでも今回の内容は参考程度でご覧いただければと思います。転換は人によって違うものを持っています。あれだからこれをしろ、これだからあれをした方がいいというものはなく、その人に合った治療や薬があります。今回お伝えする内容が全員に当てはまる、全員にとって正しいということはありませんので、そちらをご了承ください。また全てのアンケート結果についてはこちらの動画の概要欄に結果を載せておきますので、ぜひご覧いただければと思います。ではまずは今回のアンケートの結果の前に、どんな方に回答をいただいたのかをお伝えしていきます。それがこんな感じ。男性50名、女性93名、男性に比べて約2倍、女性の方から回答を多くいただきました。アンケート企画はだいたいこんな感じですね。続いて年齢がこんな感じ。10代27名、20代47名、30代26名、40代24名、50代15名、60代以上4名、合計で143名の方に回答をしていただきました。本当にありがとうございます。それではまず一つ目の質問内容です。服薬している抗転化薬はどんなものですか？現在飲んでいる抗転化薬についてお聞きしました。まずはどんな薬かの前に、何種類ぐらいの薬を飲んでいるのかというのがこちら。1種類76名、2種類35名、3種類20名、4種類6名、5種類5名という感じでした。1種類の方が半数以上でした。このあたりは去年とそこまで変わりはなさそうです。では続いて、実際服薬している抗転化薬はどんなものですかをお聞きしました。ただここに関しては薬には商品名と一般名というものがあって、それが混ざっているものもあったので、僕なりに少し整理させていただきました。多少違っている部分もあるかもしれませんが、ご了承ください。ちなみに商品名というのは、一つ一つの薬に製薬会社が名前をつけたもので、一般名とは薬の主成分のことを言います。主成分や効能は同じだけど、作ったところによって名前が違う、そんな感じです。なので一般名が同じで商品名が違うものに関しては一般名で表記させていただきます。それではみんながどんな薬を飲んでいるのか、それがこちらになります。多いものでは3割近くの方が飲んでいる薬があります。まずは一番下のその他の回答から見ていきます。こんな感じ。僕も聞き慣れないものが多く、いろんな薬があるんだなぁと感じました。もしかしたら新薬などもあるかもしれません。では続いて、多くの方が飲んでいる薬を下から順番に発表していきます。7人、フェノバール。8人、フェニトインかっこアレビアチンヒダントール。8人、マイスタン。12人、ゾニサミドかっこエクセグラン。13人、クロナゼパムかっこリボトリールランドセン。17人、カルマバゼピンかっこテグレトール。19人、ビムパッド。22人、フィコンパ。29人、バルプロ酸ナトリウム、カッコデパーケンセレニカ。29人、ラモトリギン、カッコラミクタール。そして1位が80人、イーケプラとなっております。他の薬に大差をつけての1位でした。この薬を1種類だけ飲んでいるという方もいましたが、イーケプラと他の薬という感じで、複数の薬を飲んでいるという方の多くは、その一つにイーケプラを飲んでいらっしゃるようでした。ただここに関しては、何が正解というのはないので、あなたの転換、あなたの体に合った薬を見つけて飲んでいただきたいと思います。ちなみに以前も飲まれている薬はイーケプラが1位でした。比較してみるとこんな感じです。あまり大差はなかったです。転換を持っている方のうち3割の方がイーケプラを飲んでいるという感じでした。ちなみにイーケプラに関して
ては約1年前ですがこんなニュースがありました。イーケブラ後発品錠剤の薬価は抗先発の 33% ということでジェネリックもあるようです。後発医薬品ジェネリック医薬品とは先発医薬品元々の薬の特許期間の終了後に販売されるもので元々の薬と同じ有効成分で効能効果用法用量が同一とされていて元々の薬に比べて低価格な医薬品になります。イーケプラは高いという声もちらほら聞くので気になる方は行きつけの薬局などで確認してみるといいでしょう。続いて感じる副作用にはどんなものがありますかということで抗てんかん薬を飲んでいることによって感じている副作用をお聞きしました。これは本当にいろんなものがあって人によって薬によって違うんだなぁと痛感しました。今回は抗てんかん薬全体で副作用を見ていきます。まずは1名の方が感じている副作用です。それがこちら。いろいろありますね。人によって様々な副作用を感じているようです。では続いて2名と3名の方が回答した副作用です。まずは2名から。吐き気、音が半音下がって聞こえる、毛が濃くなった、手足の指のこわばり、むくみ、震え、以上になります。続いて3名の回答。疲労感、情緒不安定、体重増加、汗をかきづらい、これらがありました。体調から精神的なもの、様々な影響があるようです。では続いて4名と5名の方が回答した副作用についてです。まずは4名から。腹痛、下痢、肝機能数値の上昇、集中力低下、これらがありました。続いて5名の回答。ぼーっとする、こちらも体への影響や意識的な面への影響もあるようでした。ではここからは上位の回答を見ていきます。6人、薬疹、皮膚の荒れ、かゆみ。7人、抑うつ感。8人、頭痛、頭が重い。11人、めまい、ふらつき、立ちくらみ。16人、特になし。中には特に副作用を感じないという方もいるようでとても羨ましいです。では続いては上位の3つです。第3位28人、イライラする、怒りっぽくなる。第2位29人、だるさ、倦怠感。そして第1位は93人、眠気になります。なんと143名の回答者のうち93名が眠気を感じているということで、これは 67% にもなります。こちらの動画でもお話ししていますが、てんかん患者のうち10人に7人くらいはてんかん発作以外にも日常生活の中で眠気に悩んでいるんです。かなりの数ですよね。そして眠気以外にも今回46種類もの副作用を回答でいただきました。やはりてんかんという病気は発作などの症状に加え抗てんかん薬の副作用でも悩んだり苦しむことがある病気なんだなぁと改めて実感しました。このあたりもてんかんを持っていない人には知っておいてほしいところです。では続いて副作用に対する対策について皆さんが行っているものをお伝えしていきます。ただ今回は数が多かったので眠気に対する副作用の対策についてのみこちらの動画でお伝えしていきます。全てのアンケート結果についてはこちらの動画の概要欄に結果を載せておきますので、他の副作用について他の人がどんな対応をとっているのか気になるという方はぜひご覧いただければと思います。まずは1名の方から回答があったものです。気を張っている、コーヒーを飲む、誰かと会話をする、夜の車の運転を控える、外出を控える、このようなものがありました。続いて複数の方から回答があったものです。2名、水を飲む。3名、体を動かす。4名、寝る前に薬を飲む。これに関しては夕飯後飲む薬を寝る前に変更してもらった、そんな意見が多かったです。9名、特になし。14名、副作用を周りの人に伝える。18名、早めに寝る、たくさん寝る。40名、昼寝、仮眠をする。やはり寝るということに対して対策をとっている人が圧倒的に多かったです。僕も毎日昼寝をするようにしています。ただなかなか環境によっては仮眠をする時間を取れないという方もいるかもしれませんが、何か対策を取ることでうまく副作用と付き合ってほしいなと思います。続いてその他副作用に対してお伝えしたいことがあればご記入をお願いいたします。ということで皆さんからいただいたコメントでいいなと思ったものや気になったものを紹介していきます。まずはもともとお腹が弱かったので副作用かどうかは怪しい、他にも同じ症状の方がいるか知りたいです。僕は同じタイプです。薬の影響かどうかは定かではありませんが、3日に2日ぐらいはお腹下しています。ただもう慣れてしまっています。続いて例えば大事な場面でどうしても眠たくなってしまった時は自分を責めるのではなく、これは薬の副作用だから仕方ないと割り切ることも大切です。確かに自分のせいばかりにしていては身も心も持ちませんからね。こういう考え方を持つというのも大事だと思います。続いて副作用は仕方ないことでも周りの人、学校の先生、友達、職場の人、恋人にちゃんと伝えていることが大事だと思います。自覚していない副作用があるかもしれないので、家族や上司に異変があれば教えてほしいとお願いしています。このように周りの方に伝えること、手伝ってもらうこと大事ですよね。理解してもらえればそれだけで生きるのが楽になるし、新たな気づきが見つかることもあります。勇気のいることではありますが大事なことだと思います。続いてもう一度自分自身の病気について見つめ直し学んでみることです。私はもう一度自分自身の病気について見つめ直し学んでいます。学び、いろいろと救われた部分があります。
これは本当そうです。自分の病気だからこそ自分が一番関心を持って治療に取り組むべきだと思っています。僕自身もこの YouTube を始めて多くの発見がありました。なので日々情報や知識をアップデートしていくことをお勧めします。このチャンネルでも発信していくので引き続きチェックしていただければと思います。続いて女性の方に伝えたいのですが、転換で生理が来にくくなったりするので定期的に婦人科に行くことをお勧めします。これは女性ならではですが、人によっては影響する部分があると思うので、気になる方は婦人科にも行くようにしましょう。続いて、副作用は一般論として理解していても、年齢や日々のストレスや体調、元々の体質などによって変わります。処方箋のお薬の説明だけに頼らずに、その時々の自分の体調に合うか合わないかを記録し、次回の診察時に必ず主治医に相談してほしいです。転換の薬を服用していて、何か体に異常が出た場合は、すぐに主治医に伝えることが重要だと思います。少しでも不安があれば主治医と相談するといいと思います。副作用を我慢せず早めに主治医に報告した方が良いかと思いました。やっぱり専門的なことは病院の先生に聞くのが一番だと思います。僕も病院が変わったタイミングで採血検査をして血中濃度が低いことが判明したりしたので、その時々で適切な検査を受けることが大切なんだなと感じました。少しでも疑問や不安に感じることがあったら、まずは病院の先生に相談するようにしましょう。といったところで以上が抗電解薬の副作用についてアンケートを取ってみたその結果になります。改めてご協力していただいた皆さん、本当にありがとうございます。今回の全アンケート結果は概要欄のリンクより PDF でご覧いただけます。ぜひチェックしていただいて、転換を持っている仲間がたくさんいることも知ってほしいなと思います。ではまたアンケートを行うときはご協力をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が面白いと思った方は Facebook、Twitter、Instagram などでシェアしていただけると嬉しいです。高評価やコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。